注射注射は車両等が継続的に停止することである。また多くの場合、車両等の運転を止めて車両等から離れることを指す。多くの国で道路における車両等の駐車は条件付きで許可されている。また多くの建物等では駐車場も施設されている。以下は日本の道路交通法による駐車に関する規制に ついて承述する。道路交通法における駐車は、車両等を継続的に停止させることであり、道路上に一時的に車を止める停車とは区別される。また、自動車を保有する際には、それを運行しない場合の保管場所として、いわゆる車庫を必要とする。駐車場などの入場待ちの列で停止する場合や、赤信号で止まる場合は、 追突する危険を防止するため等の一時停止と解釈されるので、駐車には該当しない。停車は、駐車に該当しない、車両等の停止を言う。詳細は、同項目を参照。駐車及び停車を合わせて、中停車という、駐車は、道路交通の阻害、交通渋滞、交通事故の原因となることがある。そのため法令で定められた、一定の場所については、 駐車が禁じられている。駐停車違反の際に、次の条件に該当した場合には、交通違反の罰則や反則金、行政処分の基礎点数が過重される、以下の過重は、それぞれ閉化される。放置駐車の放置については、具体例として、運転者が放置車両から数メートル離れた、公衆電話ボックスの中にいるような場合、停止車両の運転者を即時に、 追加できるわけではないため、車両等を離れて、直ちに運転することができない状態である、判例。また、放置駐車車両については2006年6月より、放置違反金制度の対象となった。日本における2008年度に取り締まられた駐車違反は275万件である。車両が以下のような場所において駐車した場合は、駐車違反となる。 道路交通法第45条及び第46条。車両が法定の駐車の方法に従って駐車しなかった場合は駐車違反となる。詳細は駐停車の方法を参照。時間制限駐車区間においては車両が以下の方法に従って駐車しなかった場合は駐車違反となる。なお、時間制限駐車区間においては駐停車を禁止する場所。 駐車を禁止する場所及び駐車の方法の項は適用されない。また、駐車情報に基づく路上駐車場が時間制限駐車区間にある場合で、その路上駐車場にパーキングメーターやパーキングチケットの設備がない場合には、同設備に関する規制は適用されない。以下のような場所、方法や場合等においては、駐車を禁止する場所、 場合の項に関わらず注射ができ、注射禁止とはならない。なお、その場合でも原則は、注射の方法及び、時間制限注射区間の項には従わなければならない。注射禁止除外表彰は、歩行困難者が現に利用している場合に限り、定められた方法で注射することに限られるにも、関わらず、悪用がされることが多く、特に都市部においては、社会問題化し、 逮捕者がている。駐車禁止除外表彰を掲示していても、道路交通法により定められた、駐車禁止の適用を受ける場合は、路上駐車した場合には、違反となり、反則金を支払うこととなる。路上に駐車禁止除外表彰を掲示して、駐車違反を繰り返す車両の問題は、地域の警察官が、法律的に十分な知識がないことや、 駐車監視員が取り締まりできないことから都市部で社会問題になっている。具体的な摘発事例を下記に示す。自動車の保管場所の確保等に関する法律により、下記の行為は駐車違反とは独立に取り締まりを受ける二輪を除く。また、交通反則通告制度の対象外行為であり、必要に応じて刑事捜査が行われる。 駐車禁止等の規制とは関係ないため、駐車禁止でない場所や場合等であっても、道路上、私有違いであれば、蒸気行為は、取締り対象となる。なお適用除外としては、蒸気の公安委員会の規則により、駐車禁止や、時間制限駐車区間等の指定から除外されている、場合に類似した場合として、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行第4条に、 規定されている、詳細は、法令参照。高速自動車国道及び自動車、専用道路においては、原則として、駐停車禁止である。詳細は、高速道路等における駐停車を参照。時間制限駐車区間、駐車場法に基づく、路上駐車場を含むがある場合以外には、できる限り道路上に駐車をすることは避けるべきである。 特に法令により駐車が禁止されているような場合などに駐車することは駐車違反、違法駐車と呼ばれ、それらの違法行為は道路の交通機能を低下させるばかりか、横断する歩行者や車両にとっては通行車両との相互感で見通しを悪くし、また他の通行する歩行者や車両にとっては駐車車両を回避しようとして車道をもしくは道路の中央の方に出たり、または 進路変更しもしくは、道路の中央より右側にはみ出したりするなど、他の交通を危険にさらし、交通事故の原因となっているものであり、警察によって取り締まりの対象となる。駐車車両に走行車両が衝突する交通事故のうち、特に多発ケースとしては、感染的な道路において、自転車、原付、バイク、自動車が、四輪以上の車両に衝突し死傷するケース、バイク四輪。 普通車、貨物車などがある。特に夜間、駐車車両が駐車時の法廷の投下をしてなかったケースが多い。なお、多発ケースの状況でないからとか、法廷の投下をしているからといって、違法駐車をして構わないというのは法的な理由には、なり得ず、衝突車両の運転者等が事故の責任を追求されるのと同に、違法に車両を駐停車させたもの等も、 事故の責任を問われるケースもある。また、駐車禁止等の規制とは別に、道路を自動車の保管場所として使用したり、長時間駐車をしても取締りを受ける。前述車庫法による取締り参照。また、状態として多く見られるが、歩道に乗り上げたり、歩道上に駐停車した場合は、法定の駐車場所として、道路表示等により指定されている場合を除き、 中停車の理由や時間を問わず、中停車方法違反となる。一般道路で路側帯を全部塞ぐように中停車している場合も同様である。なお、車道外側線の左側部分であって、路側帯に該当しないものは、道路交通法上は車道である。駐車違反によるレッカーイート第1号は、1960年12月26日に、 東京都中央区築地の交差点で摘発された4対2-5081というナンバーを持つライトバンである。なお、警察側も不慣れなことから移動には30分もかかった。役所や鉄道駅などの公的施設、商店やショッピングモールなどの商業施設、一般家庭などでは、その敷地内に来客用の駐車場を用意している場合があり。 それらの駐車場を利用する場合、無料、有料の別、利用時間の制限、利用できる車両の種類などの利用条件を守ることで、駐車を許可される。また、都市部など、専用の駐車スペースを確保しにくい地域では、時間貸しの有料駐車場が存在する場合がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。